占い。こうして王子様と王女様は幸せに暮らしました。すごい、王女様は花占いをしたのね。あ、花を使って、もしかしたら私にも。今日は雪が降る。降らない。降る。降らない。降る。降らない。降る。本当に雪が降ってきたわ。ルーピーは花占いで雪になることを当てました。ということは、イヤホー、エディー。おはよう。おはよう。それはどうしてどかないんだよ。ルーピー、コロン。ルーピー、その格好どうしたの。それにその花も。これはね、魔法の花なの。この花が聞きたいことを何でも教えてくれるのよ。はぁ、あ、すごいすごい。真面目に聞いてよ、本当なんだから。花が答えてくれるって。みんな、みんな、ここにいたんだね。あ、ボビー。ボビー、釣りに行くの。うん、一緒に行く。大きな魚が釣れたら分けてあげるよ。本当？ルビー、じゃあさ、ポビーが大きい魚を釣るかどうかその花で分かる？もちろん。ポビーが大きな魚を釣る、釣らない、釣る、釣らない、釣る。ポビーは大きな魚を釣るわよ。本当？じゃあ早く釣りに行こうっと。本当かな。ビーン。早速みんなで釣りに行きました。本当に大きいのが釣れるかな。絶対釣れるわ。まあ今にわかるよ。そうよ、わかるわよ。あ、来た。あ、それ。ああ、カニだ。魚じゃないや。はあ。まったく、ルーピーの言うことを聞いたのが間違いだったよ。ちょっと待ってよ、ボビーは必ず大きい魚を釣るわよ。わかった、じゃあみんな待ってれば、僕はもう帰るから。はい、信じないときっと後で後悔するわよ。ルーピーの方こそインチキばっかり。レディなんて転んじゃえばいいのよ。ああ、私の言った通りになった。いつ。あ、おお、大きいのが勝ったみたいだ。大きいのが。引っ張られちゃうよ。ルーピーの言ったことが当たったね。本当だね。でしょ、私の言った通り。ララ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 。みんなで楽しく占いもいいけど、お花を大切にしてね、ルーピー。Ha ha ha!
さあ、あとはポビーの分が残ってるだけ。この風船見たら、きっとみんな喜ぶぞ。ラララララ。じゃあ、エディの家の方に行ってみようよ。そうだね。おーい。あれ、あれ、なんかエディの声がしたみたいだけど。こっちこっち。ここだよ。エディ、そんなところで何してるの？風船が飛んじゃった。こんなところまで来ちゃったんだ。危ないわ、降りてきなさいよ。そうしたいんだけど、風船を離したらこのまま下に落っこっちゃうよ。今助けに行くから待ってて。ボビー、え、助けてあげたいんだけど、僕じゃ重すぎて枝が折れちゃうと思うんだ。私木登りなんてしたことないし。そうか、じゃあクローン、僕がやるしかないね。クランクラン。エディ、もうちょっと頑張ってね。ポロロは急いでエディの家に行って、風船と空気入れを持ってきました。今度こそ絶対うまくいくよ。本当に大丈夫？大丈夫。よし、木に向かって前進。ポロロ、ほら、掴んで。カゴの中に入って。よいしょ。エディ頑張れ。ポロロ、ありがとう。いけない。よいしょ。ありがとう、ポロロ。みんなもありがとう。いや、それにしても危ないところだったわね。最後の風船は飛んでってしまいましたが、エディは助けてくれたみんなに感謝しました。
夜が明けて明るくなってきました。爽やかな朝です。あ、もう7時だ。よいしょ。ポビーは起きてまず軽く体操をします。お、あ、そうだ、今朝はエディの家に行くことになってたんだ。ポビー、おはよう、いい天気ね。おはよう、ルーピー、もう来てたの？ポロロとクローンは？あの二人はまだ寝てると思うわ。おやおや、ポロロとクローンはまだ寝ています。ポロロ、クローン、ほらね、やっぱり寝てた。8時の約束過ぎてるよ。今何時？うわ、もう8時半だ。クローン起きて。うだ、うやん。10時までに来るようにってエディに言われてるのよ。ゆうべちょっと遅かったんだ。エディおはよう。どうぞ、みんな入って。見せたいものがあるって言ってたけど。うん、これだよ。エディの新発明、万能調理器。うわー、これを使うとね、パイでもピザでもドーナツでも何でも簡単にできちゃうんだ。何でも？そうだよ、やってみせようか。そうだ、トウモロコシをこうやって入れて、これを回すと、そうだね、今11時だから1時間もしたらポップコーンが食べられるよ。ポップコーン？そうだよ、楽しみにしててね。もうすぐできるはず。ちょっと入れすぎちゃったかな。でも美味しいよ。こうしてお昼が過ぎ、午後からはみんなでポロロの家に遊びに行きました。できたこっちの屋根にした方がいいと思うよ。と一緒に美味しいピザ作ったんだ。本当？とっても美味しいわ。よかったね、エディ。じゃあね、ポロロクロン、喧嘩しないようにね。うん、バイバイ。クロン、ごめんね、僕が悪かったよ。そして夜9時、寝る時間になりました。王女様を助けることができました。そしていつまでも幸せに暮らしました。クロー寝たの？今日も幸せで平和な一日が終わりました。
に行くところだったのね。大したことじゃないんだけど、ちょっと後ろ向いてくれる？はい、おしまい。何？どうしたの？なんでもない。じゃあまたね、バイバイ。ルビー、さっき何したの？それは明日までの秘密よ。明日まで秘密だって。とってもいい感じ。なるほど、ルーピーはマフラーを編んでいます。ポロロはそれを見てしまいました。ルーピーが僕のためにマフラーを編んでくれてる。行くよ、シャレ。おはよう、ポロロ。おはよう、エイディ。今度は滑り台で遊ぼうよ。ポロロ、どこ行くの？ポロロは夢を見ました。ポロロはどこへ行くのでしょう。いい匂い。でもどうしてエディが？ポロロ、何してるの？エディこそ何してるの？その花どうしたの？別に。あ、ところでどうしたの？そんなにおしゃれして。あ、いや別に。あ、ボビーだ。あ、ボビーどうぞ。いらっしゃい。ポロロとエディも隠れてないで中に入って入って。どうしてここにいるって分かったの？あんなに大きな声で喋ってたら分かるわよ。で、みんな何かご用？別に。でもグッドタイミングだったわ。ちょうどみんなのマフラーができたところなの。はい、これはボビーの。これはエディ。それからこれはポロロに。ポロロは自分だけがマフラーをもらえると思っていたのでちょっとがっかりしました。あら、クローンはどうしたの？クローンじゃない。クローン、いらっしゃい。どうぞ、これはクローンだよ。ありがとう、クローン。クローンもルーピーが自分だけにマフラーを編んでくれると思っていたようです。とても優しいルーピーはみんなにマフラーを編んであげました。
エディ、エディ、あれいないのかな。いないみたいだよ。どなたですか。エディいるの？みんなで遊びに来たのよ。それでどこにいるの？僕ここだよ。どこ？缶の中。缶の中？これ？そうだよ、取ってごらんよ。今のは何だったんでしょうか。びっくりした？これはね、糸電話って言うんだ。こっち側で缶に向かって喋ると声がこの糸を伝わって、あっち側の缶から聞こえるってわけ。うわー、すごい。すごい。みんなもやってみる？うん。こちらルーピーです。聞こえます？うわーすごーい。ねえクロウもやってごらんよ。クラン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 。声が大きすぎるわ。ここからずっと離れたところにいる友達とも話すことができるんだ。すごーい。エディ私の家にもそれ欲しいわ。僕ん家も。僕ん家も。クランクランクラン。いいよ、その代わりみんなで手伝ってくれる？もちろん。よし、できた。これでうちとつながった。じゃあポロロのところから始めようか。さあできた。じゃあ次はルーピーの家だ。今度は僕がやってみるよ。次はポビーの家だよ。これでおしまい。ありがとう、エディ。ありがとう、エディ。どういたしまして。じゃあ僕帰るね。僕たちも帰るね。バイバイ、ポビー。バイバイ。こうしてみんなの家に電話がつきました。もしもし。もしもし、エディだよ。あ、エディ。私もいるのよ。電話があると夜でもみんなとおしゃべりできるのね。みんなエディのおかげだね。エディ、ありがとう。どういたしまして。ところでポロロ、クローンはどうしたの？ここにいるよ。はい、クランクラン。クローン、まだ起きてるの？クランクラン。エディ、これってすごいね。ポロロたちみんなは夜遅くまで電話で話をしていました。魔法のランプ。
いいよ、どうせガラクタだから。一人で持てる？大丈夫。じゃあね、ディ。じゃあね。よいしょ。エディはランプを落としてしまったことに気がつきませんでした。クローン待て！あれ、どこ行った？クローン。クローン。うわしてるの？うん、すごいものを拾ったんだ。え、すごいもの？じゃーん。あぶらかたぶら。お呼びでございますか、旦那様。ポロロは本物の魔法のランプを拾ったと思っているようです。願い事を叶えてくれるんだ。ポロロ、そのランプは。ポロロの願い事って何？それは秘密。クロン。クロン。クロン。ランプよ、ランプよ、魔法のランプさん、どうか願いを叶えてください。ポロロ、あれが本物の魔法のランプだと思ってるよ。どうしよう。私たちの誰かが魔法使いに化けたらいいんじゃない？え、僕？うん、うん、変だな、もう一回やってみよう。ランプよ、ランプよ、魔法のランプさん。お呼びでございますか、ご主人様。うわ、やった。でも、どこ？私は透明魔法使いでございます。ご用は何でございましょう？僕、美味しいクッキーが欲しい。クッキーが欲しいんだって。へぇ、クッキーか。クッキーだったら。クッキー？わぁ、クッキーだ。わぁ、すごい。そうだ、ランプよ、僕はミニカーが欲しいのです。今度はミニカーが欲しいんだって。ミニカーなら僕の家にあるけど。エディ。はい、ミニカー持ってきたよ。うわ、やった。ランプよ、ランプよ、今度は綺麗なお花が欲しいな。みんなはポロロの願いを叶えるためにいろんなものを探し回りました。魔法のランプで本当に願いが全部叶った。今日はこれでおしまいにしよっと。疲れた。これでポロロはあのランプが本当に魔法のランプだと思ったよね。やっと終わったね。今度はクローンが願い事をしているのを見て、みんなは呆れてしまいました。みんなでパーティー。
まんないな。何か楽しいことないかな。楽しいことね。そうだ。ねえ、みんなでパーティーしない？パーティー？そう。明日のお昼にうちでパーティーしましょう。うわあ、楽しそう。みんなそれぞれ何かお料理を作ってきて、それをみんなで食べるの。どう？それはいいアイディアだね。ポロロたちみんなはパーティーに持っていく料理を作るため、それぞれの家に帰っていきました。お、それ。これで美味しい魚料理を作っていこうっと。何を作ろうかしら。そうだ、あれにしよう。あった。そうそう、これこれ。ポロロとクローンは何を作ろうとしているのでしょうか。何を作ろうかな。クローンは何作るか考えた？いいよ、じゃ。出来上がったらおいで。作ってきたのでしょうか。さあ入って、みんな待ってたんだよ。さあみんな何を作ってきたの。私は特別なケーキを焼いたのよ。スペシャルケーキです。うわー。僕も作ってきたよ、ほら。うわー、これ本当にポビーが作ったの。うん。僕は美味しいクッキーを持ってきたよ。僕の絵がついてるんだ。とっても美味しいよ。僕はね、これを持ってきた。エディのヘルシーサラダ。クローンは何を持ってきたの？飲み物がなかったからちょうどよかったわ。クローン、やったね。それじゃみんなで乾杯しようよね。オッケー。じゃみんな乾杯。塩辛い。ちょっと辛くない？クロー、一体何を入れたの？お塩と唐辛子？それは辛いはずだよ。こうしてポロロたちみんなはパーティーを楽しんだのでした。
い国の小さな森にポロロというペンギンが住んでいました。よいしょ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 、おはよう、僕ポロロ。よいしょ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 、食いしん坊のポロロは卵を家に持って帰りました。卵の中から小さな恐竜が出てきました。クラン、クラン、クラン、クラン。しかしポロロは火を吹く怖い恐竜のことを考えてしまいました。クラン、クラン、クラン、うわー、助けてー、クラン、クラン。おはようポロロ。あー、おはよう。ポロロ、どうしたの？クラン、クラン。ポロロ、待って。あれ？クラン？クラン、うわー、1、2、1、2、1、おお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 おとクローンは友達になりました。みんな仲
寒い国の小さな森にエディという小狐が住んでいました。おはよう、エディだよ。今日エディはみんなと釣りに行くことにしました。おはよう、みんな。おはよう。これいっぱいに釣っちゃうもんね。釣れるかな。こっちにおいでよ。もうやだ、やめる。また釣れたー。 あれ？あれ？わーすごい。こっちの方が楽しいよ。僕も乗せてよ。クラクラ。ダメダメ。私も乗りたい。ふん、ダメ。エディはみんなを乗せないで自分一人だけでそり遊びをしました。すごい。エディは自分の鍋に魚を入れてくれているのを見て、みんなの優しさを感じました。エディはみんなで楽しく遊ぶ大切さを知ったのでした。うわ、ホビーの宝物。
寒い国の小さな森にポビーという優しいクマが住んでいました。ん、おはよう、僕ポビー。そうだ、今日は友達が遊びに来るんだ。お、部屋を片付けなきゃ。よいしょと。ルル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 。それ。お。ルルル。よいしょ。よいしょと。ルルルルル。ちょっと。おっと。ルルルルルル。ドゥ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 。ん？ポビーがとても大切にしているカメラです。よいしょと。ポビー！お、来た来た。お邪魔します。こんにちは。いらっしゃい。大丈夫大丈夫。ポビーは本当は怒りたかったのですが我慢しました。あ、これって、オロロ触っちゃダメ。わかった。こら、じゃあ僕も、はい。みんなどうしたらいいか困ってしまいました。すごいいいこと思いついたよ。カメラを持ってきて、ちょっとちょっと、みんなありがとう。よかったよかった。こっち見て、いくよ。オロロ早く。はい、はい、チーズ。今日ポビーの家の壁に一枚の新しい写真が飾られたのでした。
寒い国の小さな森にルーピーというかわいいビーバーが住んでいました。わー、おはよう、私ルーピー。おや、ルーピーはポロロが投げたと思っているようです。僕じゃないよ、違うってば。違う、あー、違う、あどうやらルーピーの機嫌は治ったようです。ルーピーはみんなの温かい気持ちを感じて嬉しくなりました。空を飛びたい。
ポロロが鳥の本を読んでいるようです。鳥にはくちばしと羽、そして足がある。くちばし、羽、そして足。そっか、鳥は空を飛べるんだ。ポロロは空を飛ぼうとしているようです。クロン、大丈夫だよ。クロクロン、クロン。今度こそ行くぞ。クロン、心配ないよ。クロン、せーの。大丈夫だよ。ちゃんと飛べるよ。準備はいい？よし、行くぞ。クロンクロンクロン。ランダランダダダダダン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 。ポビー元気？どうしても空を飛びたいの？ああ、そうだ。いい考えを思いついた。これならどうだろう。ここならポロロでもきっと飛べるはずだよ。いいから、思いっきり走って飛んでごらんよ。ポロロなら大丈夫だよ。ポロロは今日、海の中を魚たちと一緒に飛ぶように泳いだのでした。